バジャーはアメリカ海軍の補助巡洋艦。艦名はアナグマにちなむ。バジャーはペンシルベニア州チェスターのジョン・ローチ・アンド・サンズ社で1889年に建造された。1898年4月19日に米西戦争に使用するため購入され、ニューヨーク海軍交渉で補助巡洋艦へと改修。1898年4月25日に艦長。 英室の中佐の指揮下収益し、北部偵察戦隊に合流した。1898年7月1日から8月18日まで、バジャーはキューバ封鎖に参加した。1898年7月26日には、ドライトートガス沖で検疫機を掲げた2隻の船を、牽引するスペインの引き船を打破した。それらの船は、医療支援と食料が与えられ、 8月3日まで港に抑留された。英船はニューヨークに送られ、残りの2隻と399名の放慮はハバナに送られた。バジャーは1898年8月18日に陸軍の文献隊を乗せてグアンタナモアンを出港8月24日にニューヨーク州モントークに上陸させた。バジャーは東海岸に泊まり12月26日に 太平洋に向けて出港。1899年4月15日にサンフランシスコに到着した。4月26日にサモアへ向けて高等弁務官を運び5月13日に到着。その後サモア海域を巡航した。1899年8月14日にメアアイランド海軍造船所に帰還し、オレゴン州及び カリフォルニア州の海軍民兵を乗せて1899年10月6日まで太平洋岸を巡航、訓練を行った。1899年10月31日にバジャーは退役し、1900年4月7日に陸軍省に関され、ロートンと海明の上輸送任務に使用された。ありがとうございます。